クレームの質問もなさいませんようご注意ください。ご乗車ありがとうございます。青森駅に到着してました、はい。仙台から僕は8時間かけてここに来ましたよ。いいだね。ただ気づいちゃいけないのが皆さん、ここが目的地じゃないんですね。まず先がある。まだまだ先があるんですよ。残念ながら1時間待たなきゃなんない。当初の予定よりも1時間早い電車でここ来てしまったので、また1時間待たなきゃいけないですね。あー、でもいつ来ても変わらないな、ここの駅は。本当にだね、だねって初めて来たのね。
積もりすぎじゃないかこれ。帽子かぶって、白い帽子かぶってるね。怖い。絵になるな。タクシー乗りてえな。タクシーだと5分で、もうものの3分ぐらいで着いちゃうでしょ。暑い。いやー、着いた着いた。ここだよここ。はいはい、目的地の場所に着きました。ここです。まあ見ての通り美しいような本当に直線ですね。分程度で、電車が来ると思いますので行きましょう。それでは日本の美しい鉄道風景でございます。油川と津軽宮田の間でございます。それではご覧ください。さあ、いかがでしたでしょうか。日本の鉄道風景を巡る旅でございますけれども、はい、まだまだですからね。こんなの全然美しい、ね、まあ美しかったですけれども、全然こんなの序の口ですから。日本の美しい風景はまだこれぐらいありますから、大量にありますので。そんな、まあ順番的に言えば次僕なんで、うん、持つかですよね。いいか、こうやって閉じてよ、しっかりと。これを閉じて見えないようにしてくださいよ。二人とも、二人とも 見ちゃダメだからね。いただきます。すいません。さあ、運命、まだ見てないね。ああ、ダメだ。これにしました。はい。はい。では、置いてください。置いてください。さあ、どれになってるでしょうかね。次、鉄道風景を巡る旅。第2回目の抽選は、まだ見てない。こちらでございます。ん？そうだよ。おお、来たー。いやー、出ましたよ。青森駅ですね。青森駅、あれ、行きましたね。まあでも出ちゃったものしょうがないんで、じゃあ行きましょうか。よし。じゃあ、皆さん、青森駅に行きますよ、皆さん。さっき撮っちゃったけど。じゃあ、行きますか。はい、行きましょう。よし。